今回の店舗がこちら。なんと7月26日オープン。出来たてほやほやだな。でこれ見てください、ショーサンプラザ。早速ね、あの太鼓の音と前々の音が聞こえる。あ、そうだ、言うの忘れた。赤髪のショーです。なんか赤髪のシャンクスみたいだな。え、ここがなんだっけな、店名、パラボランドアギオショープラザってとこらしいです。うまくない、ショーサンプラザ、俺じゃん。じゃあ行きましょう。で、まあ、あの冒頭のこの挨拶取り終わったんでマスクちゃんとつけます。今コロナがねだいぶ増えてますということで、ちょっと携帯の容量がやばいんで、まあ、サクッと見ていくか。まあ、カードゲーム、あ、かわいい、これ、あ、これもかわいいな。なんだこれ、チュッパチャップス。お、お菓子もあるね。でもいけんのかな、あ、全部埋まってますね。後ろは、こういう時はね、あの後ろも見る。あー、これがちょっと邪魔してるかな。上乗ってんの全部取れないかも。でこれね、光ってないところはね、あの当たってもね、こう下がんないらしい。でその映像を店員さんに見せたらゲットできるみたいな、あの下げてもらえるみたいな。なんだこれ、タコ猫達人、太鼓の達人みたいだな。これかわいい、チョコバナナか、かわいいな。じゃああっちも見ましょうか。さてさて、この音の正体は、あ、めっちゃ並んでんだけど、やべやべやべ、3人ぐらい並んでるな。めっちゃ並んでんじゃん、マジかい、人気だな。じゃあちょっとね、容量やばいんでカメラ変えます。でこれ撮れそう、100円にプレイ。でここに見てください、曲数増量サービスとかある。23日、今日は23じゃないですね。これちょっとやるか。すごいな、ここサービスもあると。さてどこを狙ったらいいんだろう。これ1個いくらだろうな、30円ぐらい。おお、結構強いんじゃない。1個は取れたな。おお、やったやったやった、2個目。あと最低1個かな。次どうするか。これでも盛られてないときついな。奥の方行けっかな。まあ手前側でいっか。まあ絶対取れそうなところやりましょう。お、強くない、お寿司から本体で押したぞ。1個は行ってよ、1個は。よし、これそこ押したらなんか取れそうだな。ちょっとやってみるか。まさかのもうワンクレ。これでこの辺かな、もしは手前でもいいか。あー難しいか、てか有限が流れてる。あーなるほどね。まあ普通に取れそうだな、2個ぐらいは取れそう。まあ普通にやってもつまんないんで、まあこの辺をちょっとね押しましょうか。あーやっぱこう坂になってるから奥側を押した方がいいのかな。よし、あー結構いいですね。あ、てか100円2回か、やらかした、3回かと思った。まあいいか、まあ次の人のチャンスってことでこれでやめます。4個、全部同じ味、まさかの全部同じ。てかバタークリーム味初めて見たな、知らなかった。マイバチあった、マジか。匠、これ過去に撮ったやつかな。ここにも貼られてますね。うん、でも500円で撮れっかな。このタイプね苦手なんですよ。うん、まあ紹介だけでもできたからいっか。これなんと10円で変わってるね、手作り感がすごいいいね。でまあ10円だけやりましょう。で10円両替するには店員さんに言わないとダメだった、それがちょっとね面倒ですね。ちょっと尺取りそうだから適当に。あらら、1個か、いけ、ダメだった。
おお、これもちょっと珍しいかも。まあ景品自体はまあ普通ですけど、これどうやってやるのかな。こう、うまいと思うけど、はじけ、はじけ、はじけ。あ、奥にいた、ちょっとこっちはワンチャンあるかな。あー、ちょっとむずいな。これどうだ。あー、ちょっとむずいな、これ太鼓回り。こんな感じ。前々1、チューニズム1、太鼓1かな。マチースもちゃんとある。まあ、さっきの張り紙見た感じ、多分2曲か3曲だな。3曲かな、多分。環境ちょっと微妙だな。隣店員さんがいるところだから。で、張り紙ないね、これだけで。ケース変わってるね。で、麺ね、柔らかそう。ちょっとやすられたような麺ですね。で、横チューニズム回り回り。3曲当たりですね。23日だっけ、その時4曲か。で、クレーンゲーム全台100円、いいね。ロボ画面音なし。ちょっと普通かな。隣に椅子なんであるんだろう。やっぱちょっと温めないと無理だ。縦の方がいいわ。これも100円2回で、景品ちょっと珍しいかも。初めて見た。100円2回いいね。だからやろうっていう気持ちになりますよね。でも取れて1個なんじゃないかな。いや、取れっかな。うわ、心配。いや、めっちゃ取れる。
え、やば。え、え、やばくね。これ手前側がいいんじゃないかな。一個は取れんだろう。おお、やば。え、ここすごっ。うん、し、5か、5。これちょっともう一回やろう。この台すげえ。うわー、全然掴まなかった。ええ。じゃあ、どこまで行けるか。お、そこまでか。今回いいんじゃね？え、100円でやめればよかったな。よく見たら初心者マークが書いてある。これだったらいけるだろう、さすがに。これは絶対いった。これめっちゃ取れんじゃない。おー、あー、まあそうでもないな。お魚乗ったよ。これでどうだ。お、悪くない。あ、怒った。なんかカッパエビ戦状態になったな。アーム強っ。おお、これがすんげえ気になる。お、めっちゃ取れた。これすごいな。え、どんどん乗る。あれ、さっきの太鼓デモ画面音鳴ってるな。太鼓の達人は聞こえたな。まさかのイオキャッチャーやってる時に気づくっていうね。今度は手前側どうだ。お、3個。あ、2個だ。これなんか積んでるよね。そういうゲームみたいになってるよ。この辺ちょっと狙うか。てかボール狙えそうだな。お、よし。うん、音なんないのがちょっと寂しいね。ボール狙ったらどうなんだろう。あ、多分いけるぞこれ。あー、これ多分すんげー申し訳ないんだけど、これ多分押したら落ちると思う。でも押せないか。押せはしないか。お、すげー、ボール狙ったら取れた。あー、すげー、これボール動いてるわ。やっぱできるわ。こっちに動かすことができるな多分。ほら、あー、どんどん怒ってる、どんどん怒ってる。ほら動いた。真ん中ら辺を狙えばいいってことか。あ、動かなかった。ちょっとコツがいるのか。あー、惜しい。おー、行った、行ったか。これ行ったんじゃね。戻んな、戻んな。あー、え、よし、ちょっとお金使ったな、かかったな。ということで退店。あの、もう一個あの衝撃的なことがあって、このゲーセンの近くの、あの飲食店がもう閉まってる。やばすぎる。で、太鼓はまあ両方ともしっかりメンテしてて素晴らしい。でもちょっとロール処理はね微妙ですね。縁がちょっと柔らかいというか、うん、ちょっと感触が悪いんですけど、まあメンテナンスがいいので全然いいですよね。まあかなり太鼓に力入れてる店舗と比べるとあれなんですけど、こんだけメンテ良ければ全然満足です。わがまま言いません。ということで、オープンしたてなので皆さんもぜひ来てみてください。では。